wws チャンネルをご覧の皆様。私たち。エンジョイプレイみんなの遊び場ヤングパレードです。よろしくお願いしますゆいがドクソンです。ここ、パーティンココです。山町美希です。夢のゆアです。寺島優香です。あや、エイトプリンスです。キャンマイカです。 えと私たちギャングパレードは11月21日に「ギャングパレードテイクスゼムセルブス・ハイヤー」というちょっと長いんですけどもアルバムを出させていただきますえこのアルバムはですねギャンパレはもともと結構幅広いジャンルの曲を歌わせていただいてるんですけどももっともっとギャンパレの曲の幅が広がるようなそんなアルバムになっています、えーとまあ、ロックだったり E.D.M だったり、ちょっと可愛らしいほわほわっとした曲だったりと、いろんな曲があるので、たくさんの人に聞いてもらいたいアルバムになっているので、皆さんよかったら聞いてほしいです。よろしくお願いします。はい、えっとですね、私たちギャングパレードが初めて自分たちのグループ名がついているえっと楽曲が出来上がりまして、えっともうミュージックビデオは YouTube の方で先日公開されたんですけれども、えっと、結構もう 音に合わせてかっこいい感じでガシガシ踊ってるんですけどこう衣装がこうちょっとねちょっとこう女ヤンキースケバン感がこう出ててそういうイメージなんですけど実はあのメンバーの一人一人後ろにですね刺繍が入ってまして、えー、と全員名前が当て字で最初ミュージックビデオを見てなどんな文字が入ってるんだってすごい。あのー 結構話題になっててなんでそこも結構あのミュージックビデオでも注目していただきたいなと思っておりますと先日ミュージックビデオをファンの皆さんと一緒に見る機会があったんですけどあの結構みんなでこうね振り付けでこう手を挙げて「ヘイヘイ」ってやったりとかこう回したりとかあとこう,こういうみんなでできる振りがたくさんあるので <laughs> そこはあの皆さんライブで絶対に盛り上がる曲だと思うので皆さんミュージックビデオをたくさん見てちょっと予習を。 しししししてていいいなと思っおおりままますす皆さんライブで遊びましょうよろしくお願いしますはい、今回のアルバムに収録されている4曲目の「普通の日常は」は夢の岩が初めて作曲させていただいたんですけれどもバックの楽曲を作っているスクランブルズさんっていうチームがあるんですけどそのチームの皆さんからコンペというふうに課題をちょっと出されましてあのメロディーだけ。 ある音源を30曲ぐらい送っていただいててその中から自分の好きなのを選んであの歌のメロディーをつけて送ってみてくださいっていうコンペがありましてそれにメンバースタッフさんいろいろ参加させていただいた中で1曲使っていただいた形になります。あ<ば>ありりががととううございます ワックの中で初めての試みでこうやって使ってもらえたのとあととっても夢のいわらしい曲だといろんな方に言ってもらえるのですごく嬉しいのでよかったら聴いてみてくださいはいえっ、ー、とタイで初めて作詞をさせていただいたんですけれどもこの歌詞はあのちょっと崖を想像しながらでもあの前1年前の ちょっと怖い崖ではなくてあの逆に崖に挑むぞという気持ちを込めた誓いの歌ですなかなか難しかったんですけどちょっと外を散歩したり辛い気持ちになってみたりしながら考えました歌詞はですねあの全部みんな考えて 実は提出してるんですよ。その中からあの採用された人が歌詞担当になります。採用されれば人材が入ってくる。それはそう、そうなんですよ。だからチャンスでもあり、あのまあここでもちょっと負けられない戦いに今回勝たせていただきましてありがとうございます。ありがとう。ありがとう。 これからもあのみんなで切磋琢磨して、いい歌詞を作れたらなと思います。ありがとうございます。はい、改めて、ギャングパレード・テイクス・ゼムセルブスハイヤーが11月21日に発売になります。皆さんぜひ聴いてください。よろしくお願いします。以上、私たち、エンジョイ・プレイみんなの遊び場、ギャングパレードでした。バイバイ。